続いては美しい着物の数々です。東京オリンピックに向け世界196カ国を表現した着物を作る取り組みなんですが、その一部が披露され、実は小野さんもモデルを務めたんですね。そうなんです。これまでに100カ国分が完成していまして、私もある国をデザインした着物でステージに立ちました。オリンピック発祥の地ギリシャの着物は鮮やかなブルーの地色にパルテノン神殿。久留米市で昨日開かれた着物のショー。モデルたちが色鮮やかな着物をアピールします。2020年の東京オリンピックに向けて世界196カ国をイメージした着物を作り、おもてなししようという着物プロジェクト。仕掛け人は久留米市の老舗呉服店の3代目高倉義正さんです。世界にはいろんな国がある、それを僕たち日本人はもっと学ぼうということ、それと日本の文化っていうのは何も日本人だけじゃなく世界の人たちにとっても美しいというふうに思ってもらえるので、もっと自分たちの文化に誇りを持とう、この2つが伝えられると嬉しいですね。プロジェクトは本番前の控え室、そこには小野キャスターの姿が。今回モデルとして特別に参加します。披露するのはイタリア・ローマの中にあるバチカン市国をイメージした作品。たまたま3ヶ月前に旅行で訪れたばかりだといいます。サンピエトロ大聖堂のドームの中の模様をイメージして作られたお着物っていうことなんですけど、ちょうどそこも見てきたばかりなので、優雅さと厳かさをうまく表現できたらなと思います。4年前に始まった着物プロジェクト。これまでに130人以上の着物作家が携わってきました。制作費は1着につき200万円。企業や個人に寄付を募り、幅広く染め元や織元に制作を依頼し、ようやく目標のおよそ半分、100着が完成しました。こちらは東南アジアの国タイ。国の花ゴールデンシャワーが肩から裾へ美しく描かれ、花火がきらめく様子はなんとも幻想的。そしていよいよ小野キャスターが登場。身にまとうのはバチカン市国をイメージした作品です。その領域そのものが世界遺産といえる歴史と伝統を誇るバチカン。サンピエトロ大聖堂の天井ドームの内装をメインのモチーフとして、アーチ状に広がる美しさと拡張ある内装模様の白と黄、ゴールドの国旗の色を基調にして洗練された彩色で描き上げました。そしてショーのラストは全員が手をつなぎ、着物で世界を一つにを表現しました。東京オリンピックの時に出していただいたら、なんか日本の力と技術を出せてすごく素晴らしいと思います。やっぱり100人で手をつなぐと、なんか本当世界が一つになった、なんかそんな慣れそうな気がしましたね。本当に、はい、まだまだこれから道のりは長いので、また明日から初心に戻って頑張ります。2年後に迫った東京オリンピック、着物で世界を一つに、プロジェクトはいよいよ正念場を迎えます。はあ、いい経験をさせていただいたんですけれども、うん、着物を着る機会ってなかなか日本人でもないじゃないですか。そんな中でこう世界のイメージをして作られた着物を着て、なんかこうステージに立つというのは、だろうな、もう身の引き締まる思いと言いますか、これ本当にコメントでもありましたけど、東京オリンピックなどで行われたら本当に日本もアピールできるしいいなって思いました。壮大な計画ですね、小林さん。そうですね、これ久留米から発信したということで、私たち そのインバウンドをしている業界でも有名で、なんとかこれを広げて日本全体から世界へ、世界からもこっちに注目が集まるような、で着物も
の文化も伝えられるっていうのが素晴らしいですよね。日本ならではのプロジェクトと言いますね。ですよね。だからもうプロジェクトやってるね、高倉代表ね、あの僕の高校の一個後輩なんですけど、はい、あの本当にあの大胆なね、こういうデザインとかを取り入れて、やっぱり日本の着物をもう世界に向けて発信しようっていう考えでずっとやってらっしゃいますから、もうぜひね、東京オリンピックでもこれ開会式なんかでね、ずらーっとこうやってもらうと ね、 そうですね、本当にあのいいアピールになると思うんだけどね。本当に華やかですね。うん、期待がかかりますね。さて続いて。